どうも皆さんこんにちは。約1ヶ月ぶりの投稿となってしまいました。うぷ主のゾンジです。久しぶりのマリサだぜ。久しぶりのヨウムです。視聴者の皆さん、うぷ主さん、マリサさん、ヨウムさん、はじめましてレイムです。久しぶりすぎて記憶障害起こしたかお前。まあ確かに1ヶ月も投稿サボってしまうとメンバーのことを忘れるのも無理ないよな。こいつらの記憶力どうなってんだよ。ということで今回はガルファにて突然始まったスペシャル Z5 回ガチャを引いていきます。無償で引けてさらに消費スターがお得になっているものですね。今回はおまけにブーストドリンクもついてくるわね。今回は所持スターが2000しかないので全部で10連だけ引きたいと思います。10連だと普通のガチャよりスター500の節約、そして星3以上が2枚以上保証されてるんだぜ。普通のガチャ10連爆死するよりは断然こっちの方がいいわね。それでは最初の5連ガチャやっていきましょう。安定の確定演出なしですね。星3でもまだ持ってないキャラが欲しいところだな。さすがに5連だとあっという間ね。星3は誰かな。ちょっと私コーヒー飲むからこれ脱ぐわ。おお、まだ持ってないミサキちゃんだぜ。これは私が前からずっと欲しかったやつだ。これでハッピータイプのハロハピが全員揃った。しかもスキルはスコアアップなので普通に強いですね。それじゃあ残りの5連も引いていくわよ。今回も確定演出はなし。やっぱり星4は簡単には出てくれないわね。せめて持ってない星3をくださいな。できればスコアアップのモカちゃんがいいですね。果たして結果は。ああ、このあやちゃんの逆襲編の千里さんはもう持ってるな。お前このカードあやちゃんの逆襲編って呼んでるのかよ。確かに木刀らしきものを持って窓ガラスを破壊しようとしてますね。そりゃあ千里ちゃんもパニックですわ。ということで、今回のガチャ結果はこんな感じでした。2回とも星31枚ずつで終わってしまいましたが、10連をスター2000で引けて星32枚と思えばだいぶ得した気分です。私的にはドリフェスの次におすすめのガチャですね。次いつドリフェスが来るかわかりませんが、その時はまた星4出したいですね。ということで今回の動画はここまでです。また Twitter もやっているのでぜひフォローもお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画がもしよかったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。この他にも、バカゲーやホラーゲーム、様々なジャンルのゲームを投稿しているので、左のリンクから見ていただければ嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。